コロナウイルスの感染拡大で、それまで一部の企業でのみ行われていたリモートワークが、誰にとっても身近なものになりました。リモートワークには、満員電車での通勤がなくなる、外部からの余計な電話が入らない、リラックスして仕事ができるなどのメリットがあります。一方で、誰の目も届かない場所で仕事をすることから、かえって集中できない、つい仕事以外のことをしてしまう、といった悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。本書では、そうしたリモートワークに関する困りごとを解消するヒントを紹介し、リモートワークのメリットを最大限活かせるようなアドバイスをします。そもそも、リモートワークも仕事の一形態ですので、人それぞれに自分に合ったやり方があるかと思います。本書で紹介するノウハウは、すべて筆者が実践した中で効果があったものですが、自分流にアレンジすることで、フィット感のある方法になると思います。どうか本書を読み流すだけでなく、実際に試みて、取り入れられるものは取り入れてください。また、自分には合わないと思ったものも、少しやり方を変えてみるなりして、自分のものにしていただけたら、筆者として妨害の喜びです。本書の使い方、本書の目的は、主に自宅でのリモートワークで、最大限の成果を出す仕事術を身につけていただくことです。本書の各項目は、それぞれ関連していますが、読む順番は問いません。読者の興味のあるところから、つまみ食いつまみ読み、していただいて構いません。ただ、それでおしまいにするのではなく、最後に一度、ざっと全体を流し読みしていただければ、一層理解が進むと思います。特に、仕事の優先順位の決め方、所要時間の把握の仕方については、本書で紹介するノウハウの土台となる箇所ですので、しっかり読んで実行していただければ、最大限の効果が得られると考えています。また、はじめにでも述べましたが、本書に収録されているノウハウは、筆者が実践して効果があったものですが、自分流にアレンジすることで、読者のマイノウハウに変わるものがあると思います。どうか、自分ならこうする、などと具体的な場面を思い起こしながら、批判的に読んでいただきたいと思います。本書の構成、第一章、リモートワークとオフィスワークに本質的な違いはないことを示した上で、リモートワークを成功に導く鍵は、仕事の進め方の基本の見直しにあることをお伝えします。ポイントは、仕事の優先順位の決め方と、所要時間の把握方法をマスターすることです。第2章、リモートワークで素早く仕事モードにギアを入れる方法をお伝えします。事前準備が物を言うことと前章との関連性について説明します。第3章、リモートワークを含む仕事では仕事への集中度合いが勝負の決め手であることをお伝えします。集中力をアップするためのすぐに使える各種ノウハウを身につけていただきます。第4章、リモートワークの終了後にすべき事柄をお伝えします。仕事の終わりは次回の仕事の始まりであり、全体の業務の中での現在地点の把握につながる重要な作業です。第1章から第4章までの各章末にコラム欄を設けました。リモートワークすることで考えなければならなくなる困りごとに対する筆者なりの考えを記しました。本文とは独立した内容になっていますので、箸休めにご一読ください。第一章、仕事を効率的に進める上で欠かせない順番と所要時間の把握。リモートワークで効果が上がらない人のあるある。リモートワークに関する悩みを抱えている読者の中に、次のようなことに当てはまる人はいないでしょうか。リモートワークの日は仕事の開始時間が不規則になる。異仕事に関係のないネットサーフィンなど私的なことをしてしまう。仕事の進捗管理がうまくいかない。一つ一つの仕事に時間がかかる。お上司や部下とのコミュニケーションがうまく取れない。可可の急な事情で仕事が中断される。リモートワークとオフィスワークに本質的な違いはあるか。しかし、あに関して普段から始業時間ギリギリにオフィスに滑り込んだり、たまに遅刻してしまっていることはないでしょうか。また、いをオフィスでもしていないかという問いに、我が身を振り返って多くの方はいいえと即答できる自信がないのではないでしょうか。はたまたうについて、オフィスワークであれば仕事の進捗管理は問題なくできていると断言できますか。加えてやについて、同じ仕事がリモートワークでは遅くて、オフィスワークでなら早いと本当に言い切れるでしょうか。おについては、普段は取れていると自分では思っている良好なコミュニケーションは、直接の対面でなく、リモートでの電話やビデオ会議システムという手段に置き換わっただけで損なわれる程度のものなのでしょうか。かについては、確かにリモートワークならではの事情が強いと言えるかもしれませんので、後ほど検証することとしますが、アカラオは決してリモートワークに固有の困りごとではなく、リモートワークでよりその側面があらわになった可能性が高いと言えるでしょう。実はリモート環境はその人の仕事の仕方や取り組み姿勢の本質をあぶり出すものなのです。リモートワークを価値あるものにするヒントは、仕事の仕方の基本を再確認することに隠れていそうです。おそらく上記のアカラオのいずれかに該当した読者は、次の2つについて日頃から十分な注意を払っていないのだと思われます。
仕事の優先順位を決めていない、それぞれの仕事を仕上げるのに要する時間を把握していない、以降の項では仕事のスケジュールを立てる上で欠かせない仕事の優先順位の決め方と仕事を完遂するための所要時間の把握方法について述べていきます。仕事の優先順位の決め方、自分がなすべき仕事には実に様々なものがあります。胃がキリキリするような数年に一度の大きな仕事から上司同僚への日常的な報告まで計重いろいろです。これらを何も考えずに次から次と取り散らかすように進めていけば、重要な仕事が手つかずに終わったり中途半端になってしまうことは誰の目にも明らかでしょう。ではどうすれば仕事を効率的にかつ最大漏らさず把握できるのでしょうか。そのためには仕事に優先順位をつける必要があります。優先順位をつける前提として当然仕事すべてをリストアップすることが必要となります。まずは思いつくままに片端からリストアップし、すべてに締め切りを付記します。この締め切りを目安に今後1年分の仕事を締め切りに従ってカレンダー上に月別にプロットします。各仕事の開始時期はそれぞれの締め切りから所要時間を遡って決め、これもカレンダー上に月別にプロットします。この作業は前述したように仕事を最大漏らさずリストアップすることが目標ですが、最初から精緻で完璧なものを目指すと作業が面倒になりますので、さほど重要でないと思われる仕事は微暴的で構わないので、思いつくものをとにかくできる限りリストアップすることに集中しましょう。こうしてリストアップした仕事に優先順位をつけるためには2つの軸で仕事を分類することが有用です。一つは重要度の軸、もう一つは緊急度の軸です。それぞれは文字通りの意味ですので、特に説明は要しないと思います。重要度も緊急度も高い仕事を最優先するのが基本です。ただし、緊急度は非常にわかりやすいのですが、重要度には注意が必要です。重要な仕事は複雑で大型の案件であることが多く、様々な要素で構成されていることがほとんどですので、一気に進められない場合が少なくないからです。そこで、仕事の重要度を見極めるためにおすすめの方法が、仕事をその構成要素で分解することです。仕事の因数分解、どんなに大きなプロジェクトでも要素に分解することで真に緊急な部分と実は後回しにしても良い部分とに分けることが可能になります。所要時間の把握の仕方、上記の構成要素の分解ですが、重要度を見極めるだけでない使い道があります。それは仕事の所要時間を見積もる工数の役割を果たすということです。それぞれの要素の完遂に要する時間工数が分かれば、それらを合計することで一つの仕事の総必要時間が分かります。そのためには仕事を種類別に分けて、それぞれにどのくらいの時間をかければ終えることができるのか一つ一つ測って把握しておくことが必要になります。例えば定型的なお礼メールを書くのに1分かかるとか、いつも何気なくやっている水筒チェックに3分かかるなど意識的に時計で測るのです。ストップウォッチで測っても良いですが、そんなに厳密に把握する必要はありません。およそ分かかるという程度で OK です。こうしてこの種類の仕事にはこの程度の時間を要するということが分かっていれば、急に空き時間が2分生じた時でも別の2分かかる仕事を入れることを瞬時に判断でき、無駄な空き時間をなくすことができるのです。時間有効活用のテクニック、時間には個々の仕事の長さという意味合いの他に、今は完遂できなくても手をつけておくことで将来的にスムーズに再開できるようになるといった種類の仕事をする、未来の時間をタイムスケジュールに早めに組み込むという意味合いもあります。例えば第三者に依頼しないとできない仕事などは早めに依頼をしておくことで着手可能な状態に早く持っていくことができます。私はこれを種まきの仕事と呼んでいます。種まきから芽生え本格的な仕事の着手まで一月かかるものもあれば、メールの返事待ちなど数時間で終わるものまであります。いずれにしてもこうした寝ている時間を感化するのではなく、その間にできる仕事を済ませてしまう意識が大切です。似たような考え方として、同時に処理できる仕事は並行して行う方法があります。わかりやすい例で言うと、オフィスでは皆さんも実行していることだと思いますが、コピーを大量に取ったりパソコンを立ち上げる時など数分から1分くらいかかりますが、その間にできることは結構ありますよね。種まきはこの仕事の並行処理の応用版と考えれば良いと思います。また仕事にかかる絶対的な時間を短くする努力も欠かせません。仕事の絶対時間を短縮する方法には以下のようなものがあります。効率化作業の手順ややり方を変えることで同じ作業を短時間に済ませる、1週間か1と決めた手順ややり方を繰り返して体に染み込ませることで、いちいち思考を交えずに仕事を行うことで時短する、無単純化作業手順の中の不要な部分を削除する、効率化のテクニックとして作業順序の入れ替えを試みる方法があります。
個人的な仕事では少々面倒な手続きとなりますが、仕事に関わる人や部署別に川上から川下まで作業手順をチャート化してスムーズな流れになるかシミュレートしてみて、通りが悪い手順を別の順序に置き換えてみるのです。個々の作業の無理無駄無駄を考えながらチャートを作成できればなお仕事が効率化するでしょう。個人的に仕事の効率化を行う方法もあります。今日仕事にかかった時間を測って過去の記録と比べてみるのです。ちょっとしたゲーム感覚になって新記録が出た時などは単純に嬉しいものです。意のように習慣化すれば時短が可能と述べましたが、自分の仕事に求められる内容や質レベルが変われば当然やり方を再度工夫する必要がありますし、自分が行うより仕事を早く進めている人のやり方を採用するなど現状に満足せず貪欲に改善する意識を持つことも大切です。特に環境変化のスピードが以前より格段に上がっていて、また AI の浸透などにより従来の仕事が陳腐化する可能性も高まっている中にあっては、現状維持のやり方があだになる面も否定できません。そのためにも常に自分の仕事の内容と仕事の進め方をチェックし改善していく努力は欠かせないものになります。こうした普段の見直しはそれぞれの構成要素の必要性を考えるきっかけにもなります。前例はこうしていたけれど仕事のこの部分は本当に必要なのか、オーバースペックになっていないかなど仕事の本質を問う目が養われますので、自然と仕事全体のレベルアップにつながります。これがうの単純化です。第1章のポイント、仕事の基本の再確認がリモートワークを価値あるものにする鍵。仕事の優先順位の決定と所要時間の把握が仕事の最も重要な基本になる。仕事の同時並行処理、効率化、習慣化、単純化で時間を有効活用する。コラム空いた通勤時間の使い方は満員電車に揺られ家とオフィスとを往復するのに人によっては3時間くらいかかっている方もいると思います。席に座れれば良いのですが、混んだ車内で立ったままとなるとできることは限られてきます。音楽やオーディオブックを聞く方もいるかと思いますが、自己研鑽に努めている人の多くは読書や英会話のリスニングなどをしているのではないでしょうか。リモートワークではこの通勤時間が丸々空くことになります。この時間の分仕事を早く始めるという方もいるでしょうし、中には始業までゆっくり過ごすという方もいるかもしれません。私は自己研鑽というと大げさですが、通勤電車の中では極力読書をすることにしています。リモートワークをする場合この時間をゼロにするのはもったいないと思い、基本的に通常の通勤で読書に充てている時間分は読書することにしています。その場合でも普段は読書ができない自宅から最寄り駅までの往復時間は浮くわけですから、私はその時間も読書時間に追加しています。第2章、リモートワークの事前準備。さていよいよ本誌に入ります。上司や同僚のいないリモート環境でスムーズに仕事に入るためにはいくつかのちょっとした事前準備が必要になります。極力普段と同じように過ごす。通勤がなくて済む分朝起きてそのままパジャマで過ごしたり、中には顔も洗わずに仕事に臨むという人もいるかもしれません。しかし自宅内でリモートワークする場合でもあくまで仕事をするのだということをお忘れなく。もちろん軽装で構わないのできちんと着替えること、洗顔歯磨きはもちろん、男性の場合はヒゲを剃るなど普段オフィスに向かう場合と同じ身支度をしましょう。急遽ビデオ会議が入るような場合に慌てなくて済みますし、何よりオンオフの気持ちの切り替えが進みます。リモートワークの開始時刻、リモートワークをする場合業務の開始時間と就業時間、予定業務の申告を義務化している会社も多いと思います。その場合は通常のオフィスワークの場合と同じ時刻をリモートワークの開始時刻にしている会社が多いと思います。ではそうした申告義務がない場合はどうすればよいでしょうか。最低限の心構えとして、リモートワーク時の仕事の開始時刻はオフィスワークの場合と同じに設定します。オフィスでの仕事開始時刻を用いることで家庭やカフェといった空間に緊張感をもたらして意識を仕事に集中することができるからです。当日の仕事のリストアップ、次にこれもリモートワークのみならず通常のオフィスワークでも同じことですが、できればリモートワークの前日までに当日はどの仕事をどの順番で進めるのかリストアップしておくことです。こうすることでさて今日は何から始めようかといった無駄な思考時間を省くことができます。ここでリストアップされる仕事の順番は当然以前決めた優先度に応じて決まります。その際今日の仕事が以前作った全体の業務スケジュール上のどこに位置するのかも確認します。自分の仕事が組織が求める業務のどの分野のどのあたりに位置しているのかを常に意識することで仕事の漏れを防ぐことができますし、極端にオーバースペックな仕事をしていないか
逆に仕事が継続できないようなアイロンになっている点はないかなどを俯瞰することができます。リモートワークの前日までに当日の仕事のリストアップをおすすめする理由の一つに、自宅でのリモートワークでは気軽にコピーを取ったりプリントアウトをすることができないことが挙げられます。今はペーパーレス化がかなり進んでいるとは思いますが、例えばディスプレイ上で新旧の文書で訂正が反映されているかチェックする構成作業を行う場合、少なくとも新旧文書のどちらかは紙でアウトプットしたものが手元にあると作業効率は数倍に上がりますし、チェック漏れなども格段に減らすことができます。リモートワークで文章の構成やデータ更新の整合チェックを行わなければならない場合は、オフィスで必要なアウトプットを済ませておくことが大切です。またどうしてもその日のうちに終わらせなければならない優先順位の高い仕事がある場合は別ですが、リストアップする仕事の数はオフィスワークと同じに設定した就業時刻までに終えられる数とします。これは残業を前提としたダラダラした仕事を未然に防ぐ効果の他に、締め切り効果によって第三章で述べる仕事への集中力を高めることにもつながります。仕事モードに入るための儀式的ルーチン、こうした仕事のリストアップをしておくことで問題なくスムーズに仕事を開始できると思いますが、どうしても気持ちを仕事モードに切り替えられない場合、儀式的にルーチンの動きを取り入れるのも効果的です。例えばお気に入りの音楽をかける、背伸びをする、濃いめのコーヒーを飲むなど、意識を私から公に切り替えられるルーチンであれば何でも OK です。私自身は複数の儀式を試していた時期もありますが、今では好きな音楽をかけるためにステレオの電源を入れただけで仕事モードに没入できるようになりました。ここで注意したいのが、仕事モードに入り込むために新聞を読むことの是非です。今はあまりそうした光景を見かけることがなくなりましたが、一昔前には業務開始時刻を過ぎてもデスクいっぱいに新聞を広げて、仕事とは直接関係のないスポーツ欄などを読みふけっている人主に年配の方がいたものです。新聞を読むことが仕事に全く関係がないとは言いませんが、リサーチ系の業種や部署でなければ他の業務より優先して行うことではないと思います。私自身は自分で決めた仕事リストの上位にないのであれば、新聞よりは朝一番にすべき仕事ではないと思いますし、必要であれば時間を区切って見出しのチェックを行い、隙間時間に選択した記事を読む程度で十分目的は果たせるのではないかと考えています。さらにこれらの準備を行う大前提として、デスク周りを整理整頓しておくことが重要です。いざ仕事を始めて、さてペンはどこにある、昨日書いたメモはどこに行ったと探しているようでは、スタートダッシュは望むべくもありません。伝統工芸の職人やアーティストが道具や用具を分類整理するように、会社員は筆記用具などの商売道具をあるべき場所にきちんと置いておきましょう。最初はそんな面倒なことと思うかもしれませんが、一度整理整頓の癖がつくと散らかったデスク周りで仕事をすることに耐えられなくなりますよ。リモートワークが浸透して必要最小限の文房具をコンパクトにまとめられる小物入れも各種手頃な価格で売られています。こういったグッズを活用するのも一手です。第2章のポイント、着替えや仕事の開始時刻まで極力普段と同じにする。当日の仕事のリストを作って仕事モードをオンにする。儀式的ルーチンも活用。コラム、リモートワークに望ましいデスク環境は個室や書斎スペースがあるといった恵まれた環境の方もいるかもしれませんが、多くの方は家族の生活域とリモートワークスペースの境が曖昧なのではないかと思います。読者各人の住まいの事情によりますので、リモートワークをするのに望ましい環境はこういうものと断言するのは難しいのですが、私の個人的な経験から、少なくともリモートワークと普段の家での勉強などに使う専用のデスクと長く座っても疲れない椅子は必須だと思います。デスクについては四つ足の重厚なものである必要はなく、折りたたみ式の簡単なもので良いので、マイデスクを調達してほしいと思います。高さの調整機能があればよりベターだと思います。これを使っている時は仕事なり勉強をしているのだということを家族に知らしめる効果があり、子供もそこに親がいるときは邪魔をしてはいけないと思い、逆に休憩時間などでデスクを離れたときは自分たちに構ってくれると認識できるようになると思います。また椅子についてはこれもピンからキリまで値段も形状も機能様々なものがあります。私が重要視するのは長く座っていても疲れにくいの一点だけです。私はまず家中の普段使いの椅子を全て試してみましたが、どうしても腰へ負担がかかったり姿勢が悪くなって仕事に集中するのが難しいことが分かりました。そこで現在の職場で使用して座り心地の良さが分かっているオフィスチェアと同じものを購入しようとしましたが、新品は目が飛び出るほど高価でした。そこで中古品を購入
入しましたが、このこだわりは大正解でした。腰痛を恐れることもなく、快適にリモートワークを続けています。また、リモートワークの効率を著しく上げ下げする可能性のあるものに、ネット回線の速度が上げられます。これも高速であればあるほど良いのですが、リモートワーク以外での使用頻度や設置費用の高とのバランスがありますし、自宅の周辺環境や時間帯でも通信速度は変化しますので、一概にギガ以上の回線が良いとは言えません。ただ、ビデオ会議の途中で音声や画像が途切れる、会社のサーバーへの接続速度が極端に遅い場合などは、迷わずより高速のネット回線に切り替えた方が良いと思います。仕事自体がスムーズになるのはもちろんですが、回線がつながりにくい、イライラから解放されるだけで仕事に向かう意欲が高まります。第3章、仕事の成果は仕事への集中度合いで決まる。仕事の段取り、スイッチの入れ方を間違えずに行えば、少なくともオフィスで仕事をするくらいの成果は上げられるようになります。しかし、リモートワークには上司や同僚、取引先などからの不要不急のオファーが入ってくる可能性が低いというメリットがあります。つまり、自分のコントロールできる時間がオフィスワーク時よりも長く取れるというメリットがあるのです。これはオフィスにいる時と同じ集中力で仕事をした場合、算出されるアウトプット量はリモートワーク時の方が多い可能性が高いということを意味します。そうは言っても、上司や同僚の目がないとついネットサーフィンをしたり、ソーシャルメディアを閲覧してしまう、ついついうとうとしてしまうといった読者もいるかもしれません。自公からは、そうしてはいけない自分をイケてる自分に変えるために筆者が言っているノウハウを紹介します。仮想上司、仮想同僚になる。上司や同僚の目と書きましたが、オフィスでも他の人が始終べったりとあなたに目をつけているわけではないでしょう。では、リモートワークで他人の目が気にならなくなるのはなぜでしょうか。それは、自分の仕事ぶりや成果物に対する他人の査定的な視線を感じなくなるからではないでしょうか。上司役や同僚役がいれば良いのですが、リモートワークではそういうことを望むわけにもいきません。この場合、彼らの役ができるのはあなたしかいません。何も彼らの声色や仕草を再現するわけではありません。仕事の区切りの良いところで、これで本当にベストか、改善点はないかなどと小声で、恥ずかしければ心の中でも自分に問いかけるのです。上司や同僚であるあなたは、リモートワーカーであるあなたの仕事に OK を出すでしょうか。今日の成果を上司に報告する。リモートワークをする場合、業務の開始時刻と終業時刻、予定業務の申告を義務化している会社も多いと思います。そうでない会社にお勤めの方は、ぜひ自ら進んで予定業務を上司に連絡してほしいと思います。さらに一歩進んで、就業時に今日の具体的な成果を上司に報告することも習慣にしましょう。先ほどの上司役、同僚役を恥を忍んでやる手間が省けますし、上司からはきちんと業務をこなす人物だという評価が受けられるでしょう。何より、その日一日の仕事に張りが出ますし、仕上がりも自己満足で終わることがないので、改善の余地が多く見つけられるというメリットがあります。言った仕事の方向性が上司の思惑と違うなどというボタンの掛け違いも発生しません。仕事をやり残した気持ち悪さよりも、やり終えた気持ちよさを選ぶ。今日できること、ましてや今日しなければならないことをしなかった時、その後の時間がとても居心地の悪いものになって、そうしてしまった自分に嫌気がさした経験は誰にでもあると思います。一方で、自分でやると決めた仕事を期日までに終わらせることができた時は、たとえその仕事が 80% の出来だったとしても、大きなやり終えた感を感じるものです。この良い終わり方のイメージは、次に仕事を再開するときに、初めからポジティブな気持ちで仕事に向き合わせてくれます。この回の感情を、仕事リストやスケジュール通りの仕事を進める上でのインセンティブにするのです。これに、口述する褒美を結びつければ、かなり強力な仕事の促進剤となります。インターバルを取り入れる、人が何かに集中できる時間は、個人個人で異なると思います。私の場合は、6分を過ぎると、途端に注意力が落ちることが、経験上分かっていますので、これも何度か時間を測って確かめました。6分に1回、5分から1分の休憩を入れることにしています。今日が乗った時は、多少6分を超えて、仕事を進める時もありますが、原則は意識的に休憩を入れて、気分をリフレッシュすることにしています。そうした方が、結果的に正確で早い仕事ができるようになりました。また、インターバルに入る時刻が、日に何度かの締め切りの役割を果たして、仕事の時間は、さらに集中力が増すという、一石二鳥の効果を生み出します。少し脇道にそれますが、自宅でのリモートワークで、昼食をどうするかに悩まれている方もおられるかと思います。全てを外食やデリバリー、コンビニのお弁当などで済ませるという方も多いと思いますが、たまには簡単な料理をしてみるのも気分転換に最適です。そうめんやパスタなどを茹でるといった料理とは言えない些細なことで良いので、
試してみてください。自分でやった感が心の高揚感につながって気分も上がります。またご家族が昼食を用意してくれる恵まれた環境にいる方の場合、今日は何時から何時まで昼休みなので、その時間帯に昼食を出してほしい旨をあらかじめ伝えておくことです。おじさんたちにありがちなのが、お昼前後の仕事の切りのいい時間に昼食がさっと出てくるものと考えてご家族の品種を買うパターンです。せっかくの気分転換の機会になる昼食時、少しでも気分よく過ごすため、ちょっとした気遣いを忘れずに、家の事情をあらかじめ仕事のリストに組み込んでおく、上記のインターバルの大型版とも言えるのが、家族のための時間をあらかじめ仕事のリストに組み込んでおく方法です。多くは子供にかかる問題だと思いますが、リモートワーク中に家族の体調が悪くなることなどは比較的多く起こるのではないでしょうか。こうした問題を処理する時間をあらかじめ仕事のリスト内に見込んでおけば、急な事態に直面しても用意した時間内であれば慌てずに対応できます。こうした事態は毎回起こるものでもなく、また時にはオフィスワーク時と同様に家族の協力が得られる場合もあるでしょうから、仕事のリストに入れていても使わない時間になることもしばしばあると思います。この空き時間は明日以降の仕事の先食い分として使えば、次回以降のリモートワーク時の余裕時間をより多く確保できますので、気持ちにもさらに余裕を持つことができます。私はこうした時間をへそくりまたはポケットの時間と呼んで、感覚的ではありますが繰り越しできる重宝な時間として手持ちのカードにしています。まずは一つの構成要素を完成させる。本書の初めに仕事をいくつかの構成要素に分けて時間を測ることをお勧めしましたが、仕事に集中する方法の一つに、分以内にこの仕事のこの要素を完成させると決めて取り組むやり方があります。その時間内に所定の仕事を終えられたら、心の中で私って要領がいいなどと自画自賛しています。この方法を使うと集中力がいつもよりも増したように感じることができます。単純に気持ちが良いので次の要素も攻略してやろうという気持ちが高まります。成果に対して褒美を用意する。リモートワークでやると決めた仕事を成し遂げたら、ゲームをする、漫画を読む、美味しいものを食べる、ビール発泡酒ではなくを飲むなどの褒美をあらかじめ決めておきます。この方法を効果的に行うコツは、少々自分に甘く点数をつけることです。100点の仕事でなければ褒美がもらえないとすると、滅多に褒美を得ることができなくなり、自己否定感も増すからです。7割の出来で OK にして、自分で自分をよくやったとねぎらうことを忘れずに、他人は意外に褒めてくれないものです。そもそも自分のことを気にかける余裕は他人にはありません。それでもいけない私がやめられない場合、どうしてもいけないことがやめられない場合は、3分なら3分と時間を決めてやりたいことをやって良いと思います。そして決めた時間内に終えることができたら、仕事が終わってからビールを飲むことを自分に許すなどの褒美を用意するのです。随分自分に甘いなと思われるかもしれませんが、こうした褒美を設定せず一律に私的なことを禁じてしまうと、一度我慢ができなくなるとダムが決壊したようにいつまでもダラダラと続けてしまい、仕事も仕上がらず後悔ばかりが残ってしまうでしょう。私の経験上ですが、リモートワークを始めた頃はどうしても仕事に集中できずに困ったことがありました。そういう自分を豚もおだてりゃきに登る式に、だましだましデスクに向かわせていたのが実態です。しかしこれまで述べてきたような様々な工夫を試みてみて、やり方を徐々に洗練したものに変えていく過程で、私的なことをほとんどやらなくなっていました。今思うと、リモートワークの環境に慣れていなかったこと、リモートワークを必要以上に特別なものと思って戸惑っていたのだと思います。しかしリモートワークも基本は通常の仕事と変わらないこと、むしろ自分の仕事の仕方がむき出しで見えるものと思い立ってからは、より慎重に仕事に取り組むようになりました。ですので読者の皆さんも、今はいけない、自分でも落ち込む必要も卑下する必要も全くありません。第3章のポイント、仕事への集中度合いが成否を分ける、集中のためのノウハウ、仮想上司仮想同僚になる、今日の成果を上司に報告する、やり終えた気持ちよさを選ぶ、インターバルを取り入れる、家の事情をあらかじめ仕事のリストに組み込む、仕事の一つの構成要素を完成させる、成果に対して褒美を用意する、コラムリモートワークで運動不足にならないために、出社しているとトイレに行ったり昼食を食べに出かけたりして、知らない間にそれなりに歩いているものです。その点リモートワークではほぼ家の中で用事が済んでしまうので、1日が終わって歩数計を見ると100歩に満たないこともしばしばあって、全く足を使っていないことを痛感します。また誰とも話をしない時間が長いと、仕事に気が乗った時には思わず長時間パソコンとにらめっこしていることもあり、気づくと両肩がバリバリに凝り固まってしまうこともあります。特に足を使わないと、いわゆるエコノミークラス症候群になる危険性がありますので、
意識して足を動かすべきです。前述の通り、自分で仕事に集中できる時間を把握しておいて、その時間が来たら原則デスクを離れて軽く体を動かすことが一番手軽な運動不足解消法だと思います。私はデスクに張り付いている時でも足の組み方をしょっちゅう変えますし、足首を回したりしてエコノミークラス症候群にならないように気を配っています。上半身だけのストレッチもしょっちゅう行っています。また番外編として1日の歩数をなるべく出社時と同じ程度にすることも心がけていて、リモートワークの終了後などに最寄り駅付近の書店まで往復するなどしています。気分も変わって知的好奇心も刺激されますし、夕方の街並みを見ながら、ああ今日も頑張ったなと思えるひとときになっています。第4章、次につながる仕事の終了の仕方。上司への本日の業務報告も終えて、ようやく1日の仕事が終了しました。すぐにでも褒美のビールが飲みたいでしょうが、それは最後の重要な作業を終えてからにしましょう。就業時には毎回その日の仕事の決算をします。決算といっても数字に落とすことではなく、以下の3つを行うことを指します。仕事の決算作業1、仕事リストの進捗チェック。本日の仕事リストの達成度合いの検証を行います。やると決めた仕事は思ったようにできたでしょうか。上司や同僚には正直に報告ができる出来だったでしょうか。本日中に返信すると言っていたメールは返信しましたか。この作業で合格点を出せるかどうかで、今日の自分が褒美をもらえるかが決まります。今日は美味しいビールが飲めそうですか。やり終えることができなかった仕事がある場合は、なぜできなかったのか考えましょう。仕事の所要時間の見積もりが甘かったのでしょうか。仕事の難易度が想定以上だったのでしょうか。何をどうすればこの状況は改善できますか。何か違和感を感じることはありませんか。そういう場合、無意識では感じている何か重要な事項を想起できていない可能性がありますよ。仕事の決算作業に仕事のスケジュールの修正。今日の仕事を終えた段階で仕事全体のスケジュールを修正します。やり終えた仕事には二重線を引いたりして終わったという実感を得ましょう。逆に本日の仕事をしてみて、想定していなかった新たにしなければならない業務は浮かんでこなかったでしょうか。思いついた仕事は締め切りと式を添えて書き加えましょう。これらを箇所修正して仕事のスケジュールをブラッシュアップします。この作業でスケジュールを作りっぱなしにすることなく、業務上の現在位置を正確に把握する公開図としていつでも参照することができるようになります。仕事の決算作業3、次回以降の仕事のリストアップ。最後に次回以降の仕事でやるべき仕事のリスト作りをします。この作業で明日以降の始業時にスムーズに仕事に取り掛かれるかどうかが決まります。次の始業時にスムーズにスタートを切ることができそうですか。今日達成できなかった仕事があったとして、その改善案は明日の仕事のリスト作りに生かされていますか。これら3つの決算作業を行うことで、改めてやるべき仕事の現在地点を確認することができますので、決算作業は仕事の進捗管理にも不可欠な手順なのです。第4章のポイント、仕事の終了時に決算作業を行うことで次の仕事がスムーズに開始できる。決算作業は仕事リストの進捗チェック、仕事のスケジュールの修正、次回以降の仕事のリストアップからなる。コラム、リモートワークでのコミュニケーション。第1章でも述べましたが、筆者は普段から良好なコミュニケーションが取れているのであれば、リモートワークで上司や同僚と面と向かって話をする機会がなくなったとしても意思の疎通に大きな障害にはならないと考えています。問題はコミュニケーションの仕方や高ではなく、人によっては孤立感を感じてしまうことにあるのではないでしょうか。オフィスワークではできていた何気ない世間話や冗談を言う相手がいなくなる方も多いでしょう。それだけのためにわざわざ同僚に電話をするのもはばかられるし、昼食も一人きりでつまらないとなると、リモートワークを苦痛に感じる方が出てくるのも当然だと思います。本書執筆時はコロナウイルスの感染拡大がまだ収まっていませんが、反強制的にリモートワークを割り振っている会社も多いかと思います。こういう場合、特に部下を持つ方に気をつけていただきたいのが、メールでもビデオ会議でも良いのですが、工夫を凝らして話をする場を設けることです。仕事上の些細な相談でもすぐに上司同僚に投げかけることができる。投げかけても煙たがられない環境を作ることです。私が以前勤めていた会社でも、リモートワークが苦手という理由で出社を続けようとする人が何人かおりました。その際、私は一つのテーマに対してメールで意見交換をするとか、リモートワークをしている方にメールをする際には必ず困っていることはないか尋ね、時には他愛もない冗談を書き添えたりしていました。こうした工夫をしても、どれだけリモートワーク時の孤立感を和らげることにつながったのか、
残念ながら減少はできませんでしたが、痛切に感じたのは、普段から意思疎通を図る努力をしていて、初めて血の通ったリモートサポートができるのだということでした。気心を通わせきれていない人と、リモート面談などをいくら回数を重ねても、どこかよそよそしさや、取ってつけた感が出てしまうのです。そのためには、普段から胸襟を開いて、相手が話しかける際の心理的なハードルを下げておくことが重要です。また、相手が何に困っていて、具体的にどうしたいのかを理解する姿勢を見せるようにしておくことです。心理的安全性が確保されていることを示しておくことも重要です。リモートワークでコミュニケーションを格段に良くすることはなかなか難しいと思われますので、普段からの意思疎通を心がけることが先決と言えるようです。後書き、最後までお読みいただきましてありがとうございます。本書は著者の初著書になります。そのため全体の構成や文章の書き方など随所に未熟さが感じられたことと思います。また窮屈な文体ゆえ筆者の言いたいことがぎゅうぎゅう詰めになっている印象を抱かれた方もおられるかもしれません。前書きや本書の使い方で述べたように、筆者としては本書で紹介したノウハウをまずは一通り試していただきたいと考えています。その一方で完璧主義やオールオアナッシング思考に陥らないでいただきたいとも願っています。何事も最初から全てできるわけではありません。これができなかったからあれもできないだろうという考え方も非常にもったいない思考の癖です。世の中に完璧な物事などないのですから、完成形などない、常に歩み続けるのみとの気概を忘れずに、最後に一言、本文で具体的に触れることはしませんでしたが、筆者は仕事に限らず他者との関わりなしに物事を進めることが不可能な現代社会ではサービス精神がキーワードになると感じています。相手が何を求めているのか話をよく聞いて把握して、そのニーズを満たすべく知恵を絞るのは人付き合いの基本だと思いますし、その上で自分ならこうした付加価値もつけられるのではないかと、サービス精神を発揮して考えて実行する。こうして初めて自分ならではの社会との関わりができるのではないでしょうか。そのためには聞くことを中心としたコミュニケーション能力、様々な経験や知見に裏打ちされた情熱が必要ですし、さらにその大前提として他者への共感力を持てるかどうか、言い換えれば損得を超えた愛を持つことができるかどうかが重要になってきます。このちょっとしたサービス精神を一人一人が発揮することで、何とも生きづらくなってしまった世の中が少しずつ良い方向に向かっていくのではないかと密かに期待しています。仕事も社会との関わり方の一形態です。会社員とはいえ給与という対価を得てスキルを提供している点で、プロの仕事と何の変わりもありません。相手のために何ができるのかを意識して自分の仕事に向き合った時、やらされ感とは無縁な自分ごととして仕事を捉え直すことができるのではないでしょうか。